皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。岩見沢の国道12号線を走っています。この先から右折して、利根別自然公園を目指します。そこにはウォーキングコースがあって、萩の山という山に登れるんです。利根別自然公園に到着しました。この建物がトイレです。
トイレがありますが使用禁止となっています。見晴らしが丘が山頂近くになるようなので、そこを目指します。でんでんムシムシ、カタツムリ。大きいですね。道の真ん中では踏まれる危険があるので、脇の草に移してあげます。
三原市が丘に到着しました。立派なテラスが設置されています。標高 152.3 メートルの山頂のちょっとだけ下ですが、標高自体あまり高くないので、眺望は横の広がりになっています。こちらの山腹は、萩の山市民スキー場のゲレンデになっています。この板には下に置かれた案内板が貼られていたんですね。ちょっと戻ったところに三角点があって、ここが山頂のようです。眺望はありません。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。では、バイバイ。